くら新八。沖田総司が大好きな、新選組2番隊組長です。剣の腕は、新選組内でも随一で、1に長倉、2に沖田、3が斎藤とも言われています。また、新選組幹部として、明治維新を生き延びた、数少ない大使です。後年、新選組についての取材に応じており、それが、新選組顛末記として出版され、新選組の名誉回復に大きく貢献しました。